はい、皆さんこんにちは。今日はね、イベントリクエストの持久力エルボスやっていきたいと思います。ということで編成はこんな感じでね、歳費、を3体使ってます。で、まあ、フレンド枠はね、トゥーフォーオールとか、あとはまあセーラームーンとかね、はい、その辺の重力ダメオの、まあ、基本的に貫通の方がいいと思うんだけどね、貫通のキャラで行くのがいいかなと思います。で、歳費は、最近のね、新イベの、やってるとたまに出てくるみたいなね、はい、ということで、これ重力ダメオスワビでね、アンチ重力バリア、アンチダメージボールついてるんで、ゲージも見せることもないということでね、かなり使いやすくなっておりますので、まあ、手に入れたらこれを使った方がいいんじゃないかなと思ってます。で、運極じゃないけどね、楽なんで使います。はい、やります。はい、ということで、まあ、だから実際このエレボスのクエストで、まあ、現状ね、まあ、撮影してる、今のところは期間なんで、たまに歳費のクエストが出るという感じで。で、これは基本的にはね、こんな感じで、貫通のやつが反射に変化して間に挟まって倒していくみたいなクエストになってますということなんで、やっぱり反射でスタートするよりは、こういう風に、貫通の方がいいでしょう。で、これ弱点のところに入った方がまあ当然いいんだけど、ちょっと運悪くて来ない時とかやっぱあるんで、そういうのもあって、なんていうかな、そういう時も、まあ、ちょっと普通狙えるようにね。うん、で、なんで、まあ、重力バリアだけでも別に、まあ、やろうと思えばやれるのよ。貫通の重力バリアで。ただ結構ね、ダメージオール痛いし、うん、コースがね、限定されがちだから、俺は、楽さを選んでる。うん、例えば、タッチ色画面とか、全然ね、運枠として使えたりするんだけども、ちょっと楽さの方を優先してる。で、なんでかっていうと、結局、歳費を出さなきゃいけないので、もう運極狙ってる人はね、歳費を出すためには周回、回数が結局必要になっちゃうから、これが仮に例えば先に運極になっちゃって、もう、なんだろう、周回をしなきゃいけないわけだよね。で、エレボスのクエストって、今回のクエストの中で相当楽な方なんで、1回のクエスト時間がね、かなり短く済むんで、だから、まあ、やるとしたらこれかなとは思ってます。はい、でこれはもう上とか下とかもね、右左、どっちでも入ります。反射になって、入っていく。で、このプリの攻撃めちゃくちゃ痛いから、なんか入りなさそうだなって思ったら、なんか無理に狙わない方がいいような気がする。でこういうところとかも、ここね、まあ狙えるんだけど、まあ、無理やり反射になってね、やれたりするけど、ちょっとまあ無難に、多分ね、半分ぐらい食らうんじゃない？うん、下手したら。で、2体残ってたりして、で、エルボスの攻撃も重なったりすると、もうむちゃくちゃなダメージ食らうから、あんまり、無茶はしなくてもいいんだよね。で、まあ入れなかったら入れなかったで、まあ一貫して、まあ次の弱点どこかな、みたいなことを見ながら、で、ここだと今ドンピシャでこういけるから、ちょっとね、シールドの判定、ちょっと大きめの見積もりで、はい、どっちかっていうと弱点に寄せるような感じで打った方がいい気がする。引っかかんないで済むような気がする。はい。で、これで終わり。でも、また、まだ S ランクまで2分くらい残ってるでしょ。で、こんだけ喋りながらやってもまだまだ余裕なんで、ね、はい。で、これも反射になって隙間を狙いましょう。で、これちょっとね、こうなっちゃってる時が、結構ね、多分しんどい。この角度結構しんどい気がするんで、まあそういう時は、まあ無難に、ちょっとプニをね、まあ一体でもやりに行くみたいな方が安定するような気はしてます。狙ってもいいよ、もちろん。狙ってもいいけどね。はい。で、ここはもう狙っていこう。はい、あー、意外とダメージ伸びないな。こんだけ食らうからね。あー、これちょっと狙いたいなー。いけるかなー。あー、いけなかったね。これ結構ダメージ食らうな。はい。ちょっとこの後ちょっと焦っちゃうんで、あんまりね、無茶すると、あっって言って死ぬ時がありますよ、ということですね。これで、どれぐらいだろうね。
時間にしてどれぐらいだろう。これで S ランクでしょ。で、まあ、基本ハサマリ前提のクエストなんで、それなりに早く終わるし、あのそうじゃないとむしろダメージが大きいから間に合わない。なんか地震みたいなクラの、あのエレボス の, あの大きめのターンのやつって久々に見たんだけど、地震攻撃みたいなやつでブルブルって振れるやつで、それが相当食らうんだよ。だから、まあ、そこまでにはカーンって挟まって倒しなさいよっていうような、メッセージ性を感じるという、うん、はい。え、時間はどんなもんだ。これ3分だ、これも3分台でしょ、うん、だからもっとうまくいけば3分前半ぐらいで終わるんで、はい。まあ、こんな感じでガンガン周回して、歳費を出すみたいなクエストじゃないかな。うん、で結構ね、俺が思うのはその、まあ、今の期間ね、12月ねの期間が終わって、で歳費の対象期間終わります。で、まあ、順当にいったらというか、あの多分1月からの新イベントで、あのの方で今度は歳費が出るような気がするんだけど、うん、今月のやつが終わったらね、わかんないよ、わかんないけど、なんかまあ、そうなんじゃないかっていうね、あくまでね、うん。で、そのクエストが簡単とも限らないので、うん、簡単かどうかはわからんから、もしね、対象に なったとしてね、で、それが簡単かどうかっていう、その保証がなくて、まあ、今のエレボスより簡単かどうかっていうね。楽に回れるやつかどうか。で、それのクエストそのものが難しかったら、ちょっと周回がしんどくなってきて、で、その歳費のね、を集めるときに、ちょっとね、きつくなる可能性があるという、うん、ことなんだよね。で、だから俺は今のうちに歳費やっといた方が、仮にその1月来年に入って、それ以降、まあ、新イベがね、あの歳費対象だった場合に、しんどい思いをせずに済むんじゃなかろうかという、うん、ところはあるね。はい。まあ、なんで歳費運極にしたい人は俺は今のうちにやっといた方がいいような気はする。はい。まあ、なんかある程度進めとく、その運極にならないまでもある程度進めとく、うん。で、まあその来年の分のクエストで歳費が出ない可能性もね、まあ、最悪ね、なんかなさす、うん、どうなんだろうね、最悪あるかもしれないから、まあ早めに終わらすに越したことはないと思うんだけど、うん、そう、まあ、俺はあんまないと思うけどね、それはね、はい、ただまあそれ言い切れないから、うん、はい、なんで、まあ、歳費運極にしたい人は、だから早めの方が、楽になるんじゃないでしょうかという話ですね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。あ、まあ、音楽の話でいくとね、あとは、エデンとか、うん、なんかその辺が使えると思うんでね。はい。まあ、ただ俺、エデンとか運極じゃないから、もう、このスタイルでやってるし、まあ、ある程度回数重ねる前提でね、やってるけどね。はい。ということで、ご視聴ありがとうございました。またでは次回お会いいたしましょう。バイバイ。